本日のゲストの皆様お呼びしたいと思います。広瀬アリスさん、北村幸也さん、奥田瑛二さん、大森達史監督です。皆様どうぞ。改めまして、広瀬アリスさん、北村幸也さん、奥田瑛二さん、大森達史監督にご登壇いただきました。皆様今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、それでは早速ではございますが、皆様より一言ずつご挨拶をいただきたいと思います。まずは本作の主人公で大手法律事務所に所属する期待の弁護士、松岡千佐役を演じられました広瀬アリスさん、お願いいたします。はい、松岡千佐を演じさせていただきました広瀬アリスです。本日お越しいただきありがとうございます。短い間ではありますが楽しんでいってください。よろしくお願いします。では続きまして、少女誘拐事件の犯人とされながらも無実を主張する平山聡役を演じられた北村幸也さん、お願いいたします。北村幸也です。本日はこの本当に暑い中お越しいただきありがとうございます。少しでもね、この物語の、もっともっと見たくなるようなことをちょっと軽く触れるような、ね、感じでしか語れないとは思いますけども、もっと続編をどんどん見たくなるような、そんな風なひとときになったらなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。では続きまして、佐藤再審請求審で対峙する元県警刑事有森義雄役を演じられました奥田瑛二さん、お願いします。どうも、奥田瑛二でございます。皆さんがご覧になるのは1話を見るんだよね。そうするともう見終わった後大変ですよ。もう次が早く見たくて見たくてしょうがなくなる、そんな、作品でございます。ありがとうございます。では最後に、本作の脚本と演出を務められました大森達史監督、お願いいたします。監督の大森達史です。なんだかこうやってみんなで集まる機会がなかなかあると思っていなかったので、僕たちも久しぶりにちょっと再会していますが、まあ楽しい話ができたらいいかなと思います。楽しんでいってください。お願いします。ありがとうございます。それではここからはたっぷりとお話を伺いたいと思いますので、皆様どうぞお席におかけください。そしてマスコミの皆様ですが、フラッシュを使用した撮影は一度こちらまでとさせていただきます。ご了承お願いいたします。後ほどフォトセッションのお時間ございますので、その時に撮影いただければと思います。それでは早速お話を伺ってまいりたいと思いますけれども、先ほど大森監督からもございましたように、皆様こうしてお会いされるのお久しぶりということで、広瀬さん、改めてこうやってキャストの皆様、そして監督とお会いするのはいかがですか？そうですね、やっぱり話が止まらなくなりますね、我々って意外と全員おしゃべりなので花粉のお話をしたり、そうそう、今もそこでね、話してたばっかりで、花粉の薬もらったりとかね、そんなやり取りもあったね、なんていう、はい、そうですね。監督いかがですか、改めてこうやって皆さんとなかなかお集まりできる機会がなかったとのことでしたけれども、撮影中もですね、こうやって内容は結構、まあ、ハードなところがあったり、法律的なセリフがいっぱいあったり、皆さん大変なんですけれども、合間はもうほとんど内容のないことをずっとおしゃべりしているような現場でしてね、まあそんな感じの話でいいんだったっけな、今日これからね、まあ、もうちょっと内容に行きましょうか。はい、はい、ではここからたっぷりと伺ってまいります。まずは広瀬さんに伺いたいのですが、はい、広瀬さんといいますと、普段は恋愛ものですとかコメディ作品のイメージも強い方多いかと思いますが、今回本作で本格ミステリー作品に初挑戦ということとなりました。本作のオファーを受けた時のご感想などございますでしょうか？お話しいただいた時は素直に嬉しかったです。やっぱり
お芝居していく上でいろんな面を皆さんにお見せしたかったので、ただ本当にコメディばっかりやってたので、何を見てこの作品を お声掛けしてくださったのっていう不思議はありましたね。一番対極の作品だと思っているので、はい、事前にプロデューサーに少しお話を伺いましたら、やはりその初めての広瀬さんが見たかったと皆さんは口を揃えて おっしゃっておりましたけれども、そんな中で本作は本当に大森監督ですとか共演者に北村さんや奥田さん、本当に名優の皆さんが、広瀬さんと共演されていらっしゃいます。そのあたりもオファー聞いたときいかがでしたか。こんな激渋な素晴らしい方々とご一緒できるのはとてもありがたかったですし、もうなんかおんぶに抱っこと言いますか、もう甘えちゃおうって思いました。皆さんがきっと素晴らしいお芝居しやすい空気を作ってくださるので人任せでいや、北村さんはいかがでしたか、はい、このオファーを受けた時ですとか広瀬さんとご共演されてなど。やったと思いました原作読みまして、はい、これはすごい本だなと。で、ワウワウのドラマ何度も僕はやらせていただいてるんですけど、はい、いつも難しい役ばっかりで、それもまたやりがいのある役なんですけども、今回はまた特にやったことのないような役で、しかも大森監督とね、初めてようやくご一緒するということでですね、ここだけの話、同じ僕の姉と学校の同級生だったんですね、小学校ので、子供の頃母親同士も親交があったっていうぐらいの、そういった機縁が あったんですけども、ついにようやくご一緒できるということでね、でもとてもしびれるような現場たくさんありましたね、はい、本当に別に派手なねアクションとかそういうのはないんですけども、ついついこう引き込まれてしまうような、うん、この大森さんの世界観に僕ら存分にやらせていただいたなって感じはありますね、はい。本当に私も事前に拝見したんですけれども、もう次が気になってしょうがないという展開で、皆さんはちょっと待ち遠しい時間がこの後生まれるとは思いますが、そんな本作、奥田さんはオファーを受けられた時はいかがでしたか。結構クランクインのずっと前にオファーいただいて、それでしばらく超分厚いんで手をつけるのをいつこれに手をつけるかという体調といろんなこう状況自分を考えてまして、よしそろそろ読むかってパッと出して、で読んでるうちに、うわすっげえなおい、うわ、俺無理かもしれないなというふうに思いながら読み終わって、うん、よし、行くぞ。冒険心とチャレンジ精神を持って行くぞというふうに、思いましたね。ですからもうクランクインが来るのを待ち望んでる反面、クランクインが来るのを怖かった、そういう心境で、臨みましたね。クランクインって大変なシーンでしたよね。大変だったですね。あんなの、あ、そうだよ、文句言わなきゃ、もう撮り終わっちゃったからあれだけど、そうあんな思い、何ページも何ページもシーンがあって、僕は初日だった、そう、2人でずっと喋ってるだけのシーンでね、ひどいですよね。本当にひどいです。これもね、本当にこれやるの？割とスタッフとかに言ってたんですよ。ちょっと思い出してきちゃったらもうなんかこう肩がふっとこうなってしまった。本当だね。奥田さん、それすみません、やるかやらないか
もうまずやるって決めてから台本を読んだんですか？それは今の。いや、やるか、大森監督 なので、はい、やりたいんですよ。やりたくてしょうがない。それで、うちの次女からも噂というか、大森監督はこうであるこうとかってもう何回も聞いておりましたんで、それと一本映画に出させていただいたことがあったん でそれもあるからやるのは決まってるんだけど、そこは決まって、手をつけるって、まあ、棚にこうちゃんと置いてあるんですよ。でそれこう机の上によし読むぞっていうのがなんかね、体調不良で読んじゃいけない、完全無罪という題名見たときに体調不良で読んじゃいけないと思って、そうです、万全な時に読もうと思ってと1話から5話まで全部一冊の台本になってるから、とんでもない厚さで、ふーってなりましたよね。そういうことだったね、はいはい、本当にこのお話を伺うだけでも素晴らしい、もう皆さんの魂がこもった作品なんだなと思いますけれども、大森監督、実際にこうやってお久しぶりのワーワー作品ということで、またそして連続ドラマの監督を務めるにあたって、皆さんの今のお話にもございましたように、どんなことをこう心がけられたりとか、あと普段はこう何本も映画の作品を撮ってらっしゃりされていますけれども、映画とそのまま変わらずにドラマでも心がけて続けたことなどございますでしょうか？まあ、今お話であったように、もう台本がもう映画2本分じゃんこれみたいな、それこれ撮れるかな俺みたいなところはまず最初本当はあって、はい、でだから多分初日の分量の多さとかにやっぱ皆さん驚かれてる でも僕の方が多分慣れてなくて、ちょっと俳優さんたちに、いやこれ1話撮った後、1話撮った後すぐ2話撮って今度もう1回1話に戻るとかあるんだけど大丈夫なのかなって、俺普段やってないので基本やっぱり順撮りさせてもらってるっていうのがすごくあるので、そしたら皆さん、あ大丈夫ですって言われたんで、あ大丈夫なんだと思ってなんかそんな風に思っていたんですよ。でまあ現場始まればもうやるしかないっていう感じがあったので、まあ広瀬さんとは初めて、もちろん初めてなんですけれど、広瀬さんのこの大きな目をね取ろうかなと思って、大きな目を取ればいいんだなと俺は思ってましたね。奥田さんの背中が撮りたいと、もう奥田さんの背中はもうね映画にいっぱい映ってるんです。でも俺も撮りたいっていう気持ちがやっぱあったかっこいいんですよ、背中から肩にかけてのラインが、これも映画のこの作品の一つの見どころなんですけど、歩いてるだけで素晴らしいです。ユキヤはね、どうぞ、すいませんどうぞ、男は背中ですからね素晴らしいです。これユキヤとは今話があったようにですね、はい、お姉ちゃんと同級生だったんです、ずっと。それで親交もずっとあって、もちろん顔も知ってるし活躍してることももちろん知ってるんですけど、なかなか出会う、一緒にする機会がなくて、本当に何だろう、お互い僕はねやっぱりちょっと緊張がありましたね、こいつどのくらいやるんだろうって思われて、いやそれは僕もありましたよ別にもうがっかり、親どうしたんだみたいなこと絶対思われたくないなっていう、微妙ですよね、やっぱりね、ユキヤのお父さんね、やっぱり進撃だしね、うちの親父アングラだからねそういういろんな思いがね育ちの違いがね、近所だけどね、こうあるんです、いろいろ、すいません、はい、ありがとうございます。今の大森監督のお話を受けて、広瀬さん、実際にこの大森監督と今回タッグを組まれていかがでしたか？撮影が始まって1週間ぐらいで山場を全部撮ったんですね、前半の、はい、1話の最後とか、私とゆきやさん2人だけが向き合って喋ってるシーンとか、あと奥田さんの初日、とんでもなく長いシーンとか、もうそんなのが多分1週間続いて、最初の方とかずっと監督に、今お芝居しちゃったね、お芝居しないで、そんなやり取り、お芝居するよね、お芝居、そうなんですよお芝居しないで、今なんかヒーローものっぽかったとか言われて、多分力をこう
用意はいって言われるとどうしてもこうエンジンがこうガーってかかっちゃうが、アクセルを多分一気にバーって私は踏む癖があって、多分もう力を抜いた状態で、やってくださいという意味だったと思うんですけど、それは頭の方はずっと言われてましたね。で基本的にワンカットで全部長い、どんなに長いシーンでも、私方向は私方向で頭から最後まで全部撮っていくんですけど、気持ちが確かにつながりますし、何回も何回もやるっていう、なんかなんていうんですか、何回も何回もやるとよく分かんなくなってきちゃったりするんですよね。だからすごい頭クリアな状態でやれるんですけど、噛んだらまた最初からっていう地獄が待ってるのでどうやってこの焦りを抑えて平常心でお芝居できるかっていうのをすごく考えながら撮影してました、はい、先ほど広瀬さんにお芝居しちゃダメとやり取りがあったと監督お話ありましたけれども、はい、どんなお気持ちでそういったやり取りがあられたんですか。気持ちと言いますかとにかく広瀬さん、はい、俺ね、僕の演奏の仕方はやっぱり広瀬さんがもうこの松岡千佐という役をやった時点でもう松岡千佐はもう広瀬アリスなんですよ、完全に僕の中で。なので広瀬さんが感じることがそのまま役になっていくっていうことをやりたいんですよね、うん、なので基本的にお芝居は何かこうドッてつけたようにやるんじゃなくて、広瀬さんが感じるままそれを、まあ、奥田さんだったりユキヤのセリフを聞いて、それに自分が何を感じるんだろうっていうことをそのまま演技に乗っけてほしいっていうふうにやってるので、何かこう演技っぽく大げさになったりとか、ちょっと違う、ちょっとそういうなんか弁護士っぽくないみたいなこととかが起きた時には、これはもう広瀬さんが演じることはそのままもう弁護士なんだよと、弁護士があって広瀬さんがいるわけではないんだよっていうようなことを最初のね、本当に3日間とかだけですよ、はい、もう素晴らしい人たちですから、素晴らしい方ですからね、広瀬さんもね、まあそんな感じですよ。あれなんですよね、広瀬さんとこう対峙して、長いシーンとか撮っているんですけど、そのパーンと面と向かって会って喋る時もあれば、ずっと長い対峙してやるのもある。そうすると不思議なんですよ、目をそらすことのできないんじゃなくて、目をこうやってじっと見ながらこう芝居セリフも喋ってるじゃないですか、はい、とそれが、なんかその目をずっとこう見てしまう目をしてるんですよね。その中で、まあ、してるから感情もつながってるんですけど、だからそこが計算を許されないこっちとしては、目なんですね。つまりこれは褒めてるんですよ、そういう俳優さんなんですよ。だからそこが本当に、早晩というか早めにそれに気づいて、あそうかという、だからもう彼女と明日やるぞとかと思ったりすると、朝起きて忘れてるんだけどテストを迎えると、あこの目から逃げられないっていうね、そうだ逃げられない目をしてるんだよ、あ今出てきましたね、キャッチコピーが逃げられない目をしてる、それがこっちも、心地がいいというか、俳優としてというなんか不思議な世界観を持っている、人だなっていうのが印象でありましたね。ありがとうございます、光栄です。ありがとうございます。本当にそういった広瀬さんの素敵な目でしたり、奥田さんの背中でしたり、もうユキヤさんもなんか私も見てても本当になんかこういろんな感情が渦巻く作品だったんですけど、そういったところ楽しんでいただければと思いますが、今回作品の中では香川県で皆様ロケを行っておりまして、非常に香川県の景色景観なども印象に残る作品かと思います。この香川県でのロケのエピソードなども伺ってまいりたいと思いますが、広瀬さん
2週間ほど香川にいらっしゃったと伺いましたけれども、ロケ行っていかがでしたか？はい、まあ開放感はありますね、はい、そしてやっぱり毎日のようにうどんを食べに行って、でも大体撮影も夕方とかお昼過ぎとかに終わることが多かったので、ウォーキングがてらなんかご飯屋さんいろいろ入ってみようかなと思って、外からお店店内見ると大体スタッフさん誰かしらがいて、あちょっと気まずくなっちゃうかもと思って避けたりとかもしたんですけど、なんか食をとにかく楽しんでました。午前中はしっかり、昼間仕事しっかりして、夜はちょっとこう骨付き鶏食べ行ったりとかうどん食べ行ったりとかっていう感じで結構楽しんでましたね。スーパー銭湯とかもあったので行ったりとか、はい、してました。ありがとうございます。北村さんはいかがですか、香川ロケでの。あの大森監督の大森組ってすごく終わるのが早いんですよ。予定表っていうのがあるんですけど、なんか2時間とか普通に早く終わったりとかして、あの僕が印象的だったのはスタッフさんたちがとってもこう有意義にそういった空いた時間で、なんかやはり美味しいものを食べに行ったりとかしてる、それが割とその次の日の元気につながったりとかするんで、すごく好循環というか、あまり積み込ま、取るべきものはねそんなに少なくはないんですけど、まあ、何でしょうかね、あの監督が割と本当に潔いというか、こうあんまり未練たらたらな感じで、やんもうとにかくテンポがいいんですよね。だから大体一発 OK でしたよね。なので、うん、ね、まあそうですね、よっぽどのことですね。だから幸也さん、なんか香川に機材な、自転車、ああ自転車なんか持ってこようとして1個届かなくてみたいな、うん、あそうだっけ、あバッテリーだ、バッテリーそうそうそう、ちょっとあの折りたたみの自転車持ってって、はい、空輸で、あだけどそのアシストのバッテリーは飛行機に積めないから、あのなんか別便で黒猫かなんかで送って、でその間アシストなしでこう走ってましたけどね運がいいとあの自転車乗ってるユキヤさんが出てきてそうそう、僕もだからエンジョイさせていただきました、はい、すごく香川でのサイクリングステ、なんかこう気持ちよさそうですよね。そうですよね、はい、ありがとうございますさあということで皆様、今回の作品はですね、放送配信が7月7日七夕の日となっております。そこで七夕にちなみまして、皆様にお願い事をお聞きしたいと思います。事前に皆様にお願い事を短冊にご記入いただきましたので、その短冊をお披露いただいて、皆様にお話を伺ってまいりたいと思います。お手元に短冊ございますでしょうか。ではお一人ずつまいります。まずは、広瀬さんお願いいたします。はい、私はライブにたくさん行けますように。ライブですか。はい、もともと音楽が私すっごく好きで、音楽が鳴ってない時がないぐらい、一日寝てる時ぐらいですね、それ以外はずっと音楽聴いてるような人間なんですけど、なんか今年はいっぱいちょっとライブ見に行けたらいいなと思っていて、いつか夢なんですけど、自分のが主催の音楽ライブとか音楽イベントやりたいなと思っていて、ちょっとなんかそれも含めて楽しみつつお勉強しつつ、私は歌わないです。歌わない、裏方裏方で、はい、あそう、私歌ったらもう一番恥ずかしい合唱部みたいな感じになっちゃうので、はい、カラオケレベルなので、ちょっと今年はなんかお勉強もしつつ楽しみつつライブにたくさん行けたらなって思ってます。ありがとうございます、はい、行けますように。そして北村さんお願いいたします、はい、僕なんかいろいろ考えすぎちゃって、もうシンプルに適応したい適応したいですか、はい、はい、その心をお願いいたします。もう何でもつながるんですけど、この暑さに適応したいとか、あ、はい、人間関係とか仕事とか、あ、もっと適応したいとか、そういうことですかね、日々、
成長する子どもたちに適応したいとか、我が子に適応していきたいとか、妻ともちゃんと適応していきたいとか敵対していきたい、まあね、戦争と平和繰り返しますけどもまあまあ、いろんな意味でちょっと適応したいですね、まあ、とにかくこの暑さですね、とにかくそうですね、暑さ、はい、はい、ありがとうございます。では奥田さんお願いいたします。はい、あ、読んだ方がいいんですよね。あ、はい、よろしければ、あ、はいはい、お願いいたします。101歳まで空を見ていたい。かっこよ。僕は自分の寿命をね決めてるんですよ。で101歳で、死ぬんですね。だから101歳まで空を見ていたい。だからこの、なんて言うんでしょうかね、僕願い事書いたの今日初めてなんですよ。小学校の時も、まあ、幼稚園保育園かもう小学校も中学校もここも、その後も書いたことないんですけど、急に書けって言われたから冗談じゃねえよってちょっと腹立たしく思ったんですが、真剣に今日朝、からずっと考えてて、どうしようかな、願い事はないって書くかと思ってもそれだとダメだろうな、この年で願い事書いたってあと何年なんだろうなと思っていたら、そうか、そうだな、これからの世の中、世界は大変だと、うん、でもみんなが平等に見れるのは空だな、よし、101歳まで空を見たい、これだというのと、まあ、若者たち、それから、まあ、家族、孫も含めてどんな大人になるんだろうと、まだこれ28年ぐらいあるんですよ、これから、ですからもう世の中を見ていたいというので空を見ていたいということですね。かっこいいですね。ありがとうございます。では大森監督、ちょっと困りますね最後ねお願いいたします。早く美味しいお寿司をゆっくり食べたいすいませんねもう本当に今だから最後ダメだってば俺今お腹空いてるんです。違いますよ、ちょっといろいろ生活に変化がありましてねなかなかねお寿司好きなんですけれども、ゆっくり昔ねゆっくり食べれる時間があったんですが、ちょっと最近いろいろありまして、そういう時間が取るのが難しく、この今暑い時にまたお寿司屋さん行くのいいじゃないですか、そういう気分にすごいなっているっていう、もうそれだけです。本当すいませんね、もう頭悪いわ俺。ありがとうございます。いいじゃないですか、ね、そういうそのあれを、見て、ああそういえば俺も寿司食ってね、いや寿司屋行ってないと思って、そして急に食いたくなりますねいいですね行きつけの寿司屋がなくなっちゃったんですよ、コロナで、はい、コロナでなんかなくなっちゃった、それで行きつけがないもんだから今ああ寿司食ってっていうふうに思いましたね。いいじゃないですか。皆様素敵な願い事本当にありがとうございました、はい、無茶ぶりありがとうございました。すいません、さあ、ちょっとすいません、はい、せっかく101歳って書いたのに、はい、なんで101歳なんですかって聞いて、すみません、すみません、そうですね、すみません、これすみません、一番のなんだっけ、奥田さん、なんで101歳までなんですか、広瀬さん、ありがとうございます、はい、ぜひそのこ101歳っていうのは、新藤兼人という、巨匠が亡くなったのが100歳、それでオリベイラという、ポルトガルの監督が亡くなったのが105歳なんですけど、僕も監督、俳優はもうじきあと3、5年ぐらいでセリフを覚えられなくなると思うんですが、監督は寝てても、用意した後はかけられるぞという、のがありますんで、でもその先達を お亡くなりになったんで、この両方の間を取って101歳という、尊敬の念を込めて、101歳、皆さん楽しみにしていてください。絶対に101歳まで、生きてやりますから、はい、すごい、ね、
よろしくお願いする。107歳ぐらいまで福田さんまだソロ見てますねっなあ、お元気ですね。もう女性に年は聞かないけどさね、あなたも結構いい年になってるよな、28年後は、うん、そうですねありがとうございます。ありがとうございました。さあですね、もうそろそろお話の時間が迫ってまいりましたので、最後にですね、これから本作を皆様第1話をご覧になっていただきますので、その本作をご覧になる皆様にメッセージを、この作品に込めた思いも合わせて伺っていけると嬉しいです。では北村さんからお願いいたします。はい、これは本当に一度見始めたら、これ最後までもう気になってしょうがなくなってしまうので、今覚悟を持って見るか見ないか決めた方がいいですよ。見ないんだったら見ない方がいいです。もう一回見たらもう絶対最終回まで。僕そんなに自分のお芝居あんまり見ない方なんですけど、これは一話見たらもう一気に見てしまいました。すごい夜更かししてしまったんですけども、それぐらいものすごい1話2話3話4話5話とだん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 ですね、あの展開がですね、渦がね、もう本当にぐっちゃぐちゃぐっちゃぐちゃになってくるんですよ。でそれぞれの抱えているものがこんなに激しい重いものだったんだっていう人物それぞれがですね、それが最後にぐちゃぐちゃになるんですけども、もうこれ以上は言えないですけどもね、そのもう第1話これからご覧になって、もうああどうしよう、もうわわ契約しなきゃとか、いろいろわわ契約した方がいいよとか、まあ多分そういうことになると思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございます。では奥田さんからもお願いいたします。今ほとんど北村君が、言っちゃったんであれなんですがね、いや、さっき入ってきた時に僕はこれから見る作品がなんていうんですかね、思いとかそういうことじゃなくて訴える心の中をキャッときてわしづかみにスーッとクーッとやられるような気持ちになるんですね。でその前にヘラヘラ喋ってる場合じゃないなと思ったんだけど、ヘラヘラ喋ってしまいましたね。それはそれで、ですから一回、退場して写真かなんか撮るんですけど、そしたらその後皆さんも、こう集中するために気をピャッとチェンジしてご覧になってください。これが僕のアドバイスです。ありがとうございます。では広瀬さんお願いいたします。はい、私もちょっと重複してしまうんですけど、私も自分の作品をまあ確認として見るときってやっぱりこう反省会を開きながら見たりとかすることが多かったんですけども、1話から私も引き込まれまして、ストーリー全部分かってるのに次が気になって私も一気見してしまいました。この作品は、まあ、ミステリーなので、まあ、ストーリー的にももちろん面白いんですけれども、とにかく幸せな人があんまり出てこないっていう、私もなんか今日こんな4人でゆるく喋ってますけど笑顔なんてほぼないです。でもそれがなんかこう私の役者人生の中ですごく大きなものでしたし挑戦でしたし、この作品はミステリーもそうですけど人間むき出しの良くも悪くもドロドロとした心情のシーンとかもたくさんありますので、ぜひ楽しみに、今日ここで私たちがうわわーってやった話を全部忘れていただいて見ていただけたらいいなと思っております。本日はありがとうございました。ありがとうございます。では最後に大森監督からお願いいたします。はい、そうですね、まあ僕作ってるからね、なんか今みんな俳優
たちをね見て感想でいいなと思って、僕自分で作っててなんかあれなんですけど、あの1話からまああのサスペンスとして見ていただいて、次どうなっちゃうんだろうっていうのはもちろんもう引き込まれていくようになってると思うんですけど、最終話でまで見ていただくと、絶対に違うって言ってる人と絶対にそうだって言ってる人たちがどうやって最後、融和をしていくんだろうかっていう、でなんかそういうもうやっていく中で、まあ、今皆さんが言ってくれたようにものすごい葛藤がこう起きているんですね、それぞれの心の中に。そういうのを見ていただけると、なんか世の中の分断とかが起きてるある中で少しだけなんかこう、歩み寄れるんじゃないかと、なんかそういう作品に最後まで見ていただいてなってれば、感じていただければ僕はちょっと嬉しいかなって思います。まあ、楽しんでください。ありがとうございました。ありがとうございます。改めて皆様、今日はお話たっぷりと伺いましてありがとうございました。それではですね、これからフォトセッション、そしてムービーセッションとなりますので、団長のゲストの皆様には一度ご講談いただきたいと思います。それでは会場の皆様、改めて大きな拍手でお送りします。お送りしてください、広瀬アリスさん、北村幸也さん、奥田英二さん、大森達史監督にお話を伺いました。皆様ありがとうございました。一度ご講談お願いいたします。ありがとうございました。